はいどうも中井戸です。今回は9月6日に発売されるスターフィールド、こちらを限定版特典でプレイしてきたので、その感想をお伝えする動画です。ちなみに案件でもタイプでも何でもないです。僕はこのスターフィールドを作っているこのベセスダのゲームを世界観込みでかなり好きで、一番プレイしたのはスカイリムですね。動画でもたびたび言ってますが、対戦ゲーム以外だと一番プレイ時間が長いと思います。数百時間はやりましたが、このベセスダのオープンワールドゲームはその気になれば無限にプレイできるんじゃないかっていうくらい遊び方に幅があるゲームなんですよ。そんな新作スターフィールドをとりあえず20時間ほどプレイしました。ゲームによってはクリアしてもおかしくないくらいのプレイ時間ですが、このゲームにおいてはようやくいろいろ分かってきて楽しくなってきたなくらいの段階です。そんな僕が感想を語る動画になるんですが、このゲームの背景としては、海外のニュースサイトによると当初の開発費が2億ドル以上で、そこから延期してマイクロソフトが資金を注入したことを考慮すると3から4億ドル、開発費500億円オーバーもあり得るという話でした。もはやよく分かんない金額ですが、とにかく数年に一度の超対策であるってことが分かるんじゃないでしょうか。メタスコアは PC が88点のXbox 87点で、フォールアウト4と同じかそれ以上の水準です。スカイリムやオブリビオン、フォールアウト3ほどではないくらいでしょうか。もう分かった分かったと、開発費もメタスコアも分かったと、お前の感想はどうなんだというと、あくまで現時点でですが、80点ですね。十分な面白さはありますけども、ちょっと不便なところが多いとか足りないところも多いなと、手放しに皆さんにこれ神ゲーですをやってくださいとおすすめできるレベルではまだないです。モッドが揃うと90点以上出るだろうなという感じですね。まあなんでそう思ったか話していきますので、気になった方は最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。タイトルはスターフィールド、発売日が2023年の9月6日で、デジタルプレミアムエディション版を買うと9月1日からプレイできるということです。プラットフォームは PC と Xbox で、僕的には PC 版推奨ですね。で、開発はベセスダゲームスタジオで、ベセスダといえばですね、マイクロソフトが2020年に約8000億でベセスダの買収を発表して、2021年に EU が承認したということで、マイクロソフト傘下なわけですね。その関係で Xbox と PC でしか出ないということです。で、金額は通常版は9680円税込みで、デジタルプレミアムエディションが 12,870 円税込みと、僕はこれを買いました。で、Xbox ゲームパスで9月6日からプレイ可能です。こちら月額850円ですね。で、どんなゲームかというと、もうこれはね、ベセスダゲーですね。スカイリムとかフォールアウトもそうなんですが、共通点として、すごく世界が広い。そして作り込みがものすごいです。いろんなオブジェクト、机の上に乗ってる皿とかタブレットとか本とか、いろんなものが触れるし拾える。他人のものを盗めるし、逆にポケットにグレネードを入れて爆破することもできる。悪いことすれば捕まって牢屋に入れられるんですが、まあ、賄賂を出せば助かるかもしれないし、誰にも見られてないところなら悪いことをしても大丈夫だったりします。そんな今までのゲームない、よりリアルな世界のシミュレーターみたいなゲームがベセスダゲーで、ストーリーも作り込みというか、量がすごいです。まずメインストーリーがあって、世界を救ったりすると。一方で悪人の派閥に入って悪の限りを尽くすこともできますし、適当に街を歩いていると口論してる奴らがいて、ぼーっと話聞いてると、クエストが増えて、軽い気持ちで進めてみると、壮大なストーリーがあるとか、そういうのがゲームの世界中に無限と思えるくらい散らばってる、そういうゲームです。結局何すらいいのと思うかもしれませんが、このゲームは何をしなければならないかないんです。あなたは何をしてもいいし何を選んでもいい。ゲームに指示されるがままに動いてタスクをこなすのではなくて、自分が何をしたいのかを考えて好き勝手をしていい。善人として誰かの助けになるもよし、入植者を皆殺しにして船を奪って自分のものにしてもよし、相手を説得して和解した後にやっぱり皆殺しにしてもよし、で相手を金で買収した後にその金をスリで回収してもよし、そんな悪徳プレイをしていいのかと思うかもしれませんが、逮捕されて拘束されないと始まらないストーリーもあるんですよ。で、そのベセスダゲーの素晴らしいことは、どんなプレイをしてもその先に何かが待ってること、この量がとにかくすごいです。それは300億円かかると考えたのもわかるし、延期したのもわかります。そんなベセスダのシステムで2330年の宇宙を舞台にした宇宙探検ゲームがこのスターフィールド、ベセスダの25年ぶりのナンバリングではない完全新規フランチャイズになります。ではここからゲームの特徴を個別にご紹介しつつ感想を言います。まずはパッと見の印象と宇宙から。どんなゲームなんかなと思って触ってみると、より洗練された最新のベセスダゲーというのが一番最初にきます。で、ベセスダゲーに宇宙を乗っけたベセスダ版ノーマンズスカイですね。で、グラフィックのクオリティは高いし、日本語のローカライズもだいぶいいです。で、宇宙船とか戦艦同士のバトルがあることで、まあ、要素はより増えてるかなと思います。エルダースクロールシリーズかフォールアウトシリーズかどっちに近いかというと、フォールアウトでしょうね。 S はタムリエルっていうその大陸が舞台の剣
と魔法のファンタジーで、フォールアウトは核戦争後の荒廃世界が舞台です。で、普通の人間が銃を構えて戦う視点切り替えのできるシューティングですし、スカイリムのようにアルゴニアンとかカジードといった種族が出てきません。で、もっと言うと犬や猫みたいな普通のペットがいないんですよね。当然ドッグミートもいません。ネタバレを避けたいので詳しくは言いませんが、メインクエストをちょっと進めると、あ、これスカイリムでやったやつだっていう流れにはなります。なんで、まあフォールアウトとスカイリムを合わせたようなゲームとも言えますね。で、過去作とは違うこのゲームの個性としては、宇宙要素でしょう。宇宙船の存在でかいです。カスタムもできるし、店で買えるし、盗んだり奪ったりもできる。地上に停泊してるやつを盗んだり、敵の宇宙船をボコボコにしてドッキングで乗り移って奪ったりもできます。ただあんま宇宙の広さは感じないです。というのも、そんなに宇宙を旅しません。星から星の移動はファストトラベルですし、着陸も着陸先を適当に押してファストトラベルです。ボタンポチリ移動です。ロードを挟むのでシームレスでもないです。じゃあファストトラベルなしで行けって言われると、めちゃくちゃ遠いので、その数時間とかかかるんで嫌ですね。で、ここは賛否あるところです。1000を超える惑星があって、いろいろと探索することができます。しかし未開の惑星が多くて、そんな密度があるわけではありません。で、マップは自動生成で主要な場所以外はランダムで決まるので、そのあたりは攻略とか見ても意味がないです。クエストも自動で生成されるみたいですね。で、ここに高度な AI が乗ったらとんでもないことになりそうですね。で、宇宙が舞台っていうところによる弊害かもしれませんが、本当に 3D 酔いしやすいです。今この動画見てるだけできつい人はいるかもしれません。僕は 2,3 時間ごとに休憩を挟まないときつかったです。というのも、とにかくクエストを進めると室内が多いんですよ。基本は建物の中なんですね。建物の中もなんか狭いし、広い宇宙のいろんな星に住めるようになったとはいえ、人類の生存権はそんな広くもなく、高い壁を作ってね、その中で暮らしてたりもするんで、そういうとこもあると思うんですよ。あと、初期の拠点は自分の宇宙船になるんだけど、宇宙船ってどうしても狭いじゃんっていうことで、 3D 酔いしやすい人はちょっときついと思います。ドッキングした後とかもね。で、 TPS 視点にしてても戦闘中とか移動中は大丈夫なんですけど、室内で道に迷うと終わりますね。スカイリムもね、吐き気を我慢しながら無理やりやってたのを思い出します。で、あとは今作の特徴として気になったものは、まずキャラメイクですね。細かくね、顔の造形とかは決められるんですが、過去作と違うのはビジュアルがいいことです。スカイリムよりだいぶ良くなってますね。バニラでもフレに耐えるレベルで、もっと美少女がいいよっていう方は、モッドを待ってください。ここで一番言いたいのは、主人公の素性を決められることですね。もっと実業家でもいいし、賞金稼ぎでもいいし、ギャングスターでもいいし、どれにも当てはまらないよと、自分の好きな設定がいいという方は、ファイル不明を選ぶこともできます。ベセスタゲーといえばロールプレイなんですよ。自分で主人公の設定を考えて自分だけのストーリーを作れること、そこがちゃんと押さえられてますね。でですね、この素性を選ぶやつ、選ぶだけで何も意味ないのかというと、ちゃんとそのね、クエストの会話の中でその素性を選んでると、ちょっと特別なねセリフが出たりしますね。で、次にスキルです。レベルが上がるとスキルポイントがもらえて、スキルを振ることができます。店での売買にボーナスがついたり、より強い宇宙船に乗れるようになったり、戦闘で強くなったり、いろんな能力があります。次は説得ですね。クエストを進めるときにストーリーを進行していって、最終的にボスが出てくるっていうテンプレがあるんですが、まあ、そこで説得することができれば、なんと戦わずに済みます。そもそも会話せずに不意打ちで倒すことも可能です。で、説得はですね、運ゲーですね。与えられたターン内にメーターを埋めれば勝利です。で、ここは確率なんで、セーブロードを繰り返せばそのうちいけるんですけど、その確率がね、そもそも表示されてないので、余計運ゲーですね。スキルで説得を強化すれば成功確率を上げることができます。今作説得する機会がめちゃくちゃ多いと思うので、めんどくさい人はソーシャルスキルを上げて外交官のように立ち回るのもいいんじゃないでしょうか。次はデジピックですね。過去作は結構アナログな鍵をロックピックで開けたんですけども、今作はさすがに2300年ということで、普通の錠前がありません。デジタルです。で、こちらはですね、カチャカチャやって鍵が壊れるとかじゃなくて、パズルゲームになってます。どう組み合わせればうまく全部使えるかを考えていくゲームで、意味がわかると結構面白いですね。あとは発掘作業素です。敵を倒すとアイテムが取れるんですが、その中がランダムです。武器や防具というか宇宙服にはレアリティがあって、レジェンダリーとかもあります。オプションもついてますね。セーブロードでリーダー格の敵を何度も倒せば、1回数秒で厳選できたりとか、いくらでもバランスを崩す要素ありますね。このゲーム難易度調整があるんですが、難しくした方がドロップはいいようです。ただなんかやたら硬いんで、序盤はイージーかおすすめですね。これもまたプレイヤーの楽しみ方次第です。あとは過去作よりも AI が優秀になってる気がしますね。物陰に隠れたりとか、一時撤退して下がって待ち構えたり、戦闘員じゃなければ逃走したり、逃走する敵勢力の社員を後ろから撃つのもまた楽しいです。とはいえ、ちょっと見失ったらぼったちになるんで、まあ、スナイパーで狙撃しまくれますね。あとは惑星の拠点作って開拓できるところですね。好きな惑星に行って資源を自動で掘る機械を作れます。慎重に選ばなくても後で移動したりね、壊して素材回収できるので大丈夫です。いろいろ設備を置いてね、家っぽくすることもできますが、主要な惑星に行けばそこで家を買うこともできます。
さて、このゲームを80点として手放しにおすすめできない理由があります。それは、ある程度の熱意がいることですね。というのもめちゃくちゃ説明不足です。30分くらいどうしていいか分からず迷うとか、まああります。宇宙船関係の仕様とか、星のファストトラベル関係とか、ミッションの置き方とか、とにかく過去のゲームでなかったようなこともあって、ベセスタゲー経験者でも困惑します。システム理解すれば面白くなってくるんですけど、人によってはとっつきづらすぎて、まあ序盤で撤退することもあるかと思います。説明してないだけで、やること、めちゃくちゃあるんですよね。拠点の作成とか、船の改造とか、アイテムのクラフトとか、荷物を置ける貨物室とか、コンテナとか、特にチュータリアでね、なかった気がするんで、やっぱ手探りでやっていく必要あるんですよね。なので、一切説明とかないので、何か自分で見つけたり検索して、え？そんなんできんの？ってなるしかないんですよ。そういうのが難しくて厳しいって方には向かないので、まあ、結構オタク向けのゲームだと思ってます。ツイッターを見てみるとですね、やること分かってきたらどんどん面白くなってくるタイプのゲームかな。正直最初は不親切っていうか、分かりづらい部分がちょいちょいあって微妙げかと思ったんだけど、10時間超えてきた、誰かがすごく面白くなってきたっていう非常に同意できる意見あれば、不親切すぎやしないかと、操作系のチュートリアルもう少しちゃんとやってほしい、かなりストレスが溜まったとか、こういう件もあります。まあそうだよなと思いましたね。いろいろ試したり調べたりして、ああでもないこうでもないとして乗り切る必要があります。今のところ一番ムカついたのは、あの聖堂のとこですね。キラキラしたやつにぶつかることで先に進めるんですけど、いや知らんってと思いました。せめてマーカー出してくれよと。調べたら出てきたんで、まあ良かったんですけど、この情報発信してた人は1時間そこでハマってました。で、マーカー関係で言うと、ただひたすらマーカーを追うだけだと迷うとことかね。そもそも別のクエストが発生した時に、なぜか知らないけど、そっちがアクティブになってて、気がついたら関係ないマーカーを追っかけたりしてる時あるんですよ。なんでそうなってるのかはよくわかんないです。このゲームって改善点はこれじゃないんですよ。だって改善するのはベセスタじゃないからです。モッドなんですよね。ベセスタ系ってモッド文化が強くて、ちなみにモッドっていうのはそのゲームの改造をすることです。そのゲームを改造して自分好みの変な設定とか使用にする感じです。で、ベセスタ系はモッドが公認されてて、まあ、モッドがあって初めてゲームとなるまであります。スカイリムも UI とかダメだったんで、そのモッドの UI みんなね、入れてたり、やたら魔法が弱いなって。その魔法を強化するモッドを作ったり、魔法を追加したりしてましたね。で、どうゲームをカスタマイズして自分が一番楽しめるようにするかを考えるのもこのゲームの醍醐味であります。ただまあやりすぎると素材の味が分かんなくなるから、そこは注意してください。モッドなんとかしてほしいポイントは乗り物ですね。このゲームなんと地上で乗れるものがないんです。徒歩、ダッシュ、背中になんかねブーストパックみたいなやつあるんですけど、気持ちちょっと早いかもくらいです。あんま使えないですね。2300年だから超高性能バイクとか飛行機とかなんかあるやろうと思います。というのもこのゲームクエストでなんかすごい何もないところを脱出させることが多いんですよね。で、せっかく広い星を探索できるわけなんで、こうスピード感あるドライブをしたいです。宇宙船を大気圏内でも飛ばせるとかでもいいんですけどね。スカイリムのモッドはかなりすごくて、見た目変えるだけとかアイテム増やすだけとかじゃなくて、オブジェクトとかクエストとかダウンロードコンテンツ割りの大型コンテンツもあったりしたんで、みんなが思う理想のスターフィールドにしてくれるんじゃないかなと期待してます。特に UI UX 周りミニマップも欲しいですね。何がどこにあるのかパッとわかんないし、モッド開発者さんお願いします。そういうこともあって PC 版がおすすめです。スカイリムは最初 Xbox 版買って遊んだんですけど、面白いなと思うと同時に PC 版でやりてーってなったんですよ。ネットで調べると PC 版のモッドがすごすぎて羨ましかったですからね。あと PC 版はコンソールもあります。ゲームバランスぶっ壊れるし、実績解除もできなくなるけど自由自在です。キャラクリもやり直せます。だからまあ自分好みに難易度調整とかゲームのあり方を変えるのもまた一つの楽しみ方で、例えばこのツイートですね、スターフィールドさんはいろいろ残念なゲームだな、なんだろう、自由度がなさすぎる、所持重量の制限あるのはまあいいとして、宇宙船にもあるから荷物パンパン、所持重量オーバーしたら外ドライブもできんし、面白さより面倒くささが上回ってるっていうところで、じゃあ例えばこの人不満が重量制限のその1点だけになりますとした時に、多分他のこともあると思うんですけど、重量制限さえなんとかなればこのゲームめっちゃいいゲームだなと思った時に、コンソールで自分の所持重量変えられるんですよ。だからそうすればこのゲームがめちゃくちゃ楽しめるんだったらそうやって楽しむべきだしみたいな感じのゲームで、そこはもう公式公認の機能として提供されてますし、ゲームメディアがチートコードみたいなの載せたりするんですよ。だから、まあ、もしこの人が PC 版だったらですけども、そのいろんな自分に合った楽しみ方を探してほしいなと思いますね。というわけでスタービルでした。自分が面白いと思う設定を考えながらロールプレイすると、ベセスタゲーの面白さが味わえるかなと思います。単なるメインクエストを使いゲーとしてプレイするとあんま面白くないかもですね。まあ、そういうゲームじゃないんですよね。やんなきゃいけないことだらけの現実世界から解放されたい人のための何してもいい、好きに生きていい、あなただけの箱庭なんですよ。主人公でもあり、神でもある存在になって、わがままに生きていいゲームです。こういうゲームがやりたかったとか、新作ベセスタゲー待ってたみたいな方にはおすすめです。逆に僕が言ってること全くよくわかんないし、なんで欲しいって言われても、
何すればいいか言ってくれると分かんないよという方には本当に向いてないです。これはゲームに何を求めるかという好みの話ですね。というわけで良くも悪くも SS だけでしたね。別に開発費高いからといって全くマス向けじゃないぞっていう意思をチュートリアルの段階で感じました。僕はぼちぼち遊びながら面白いモッドを待とうと思います。すごくまたねいい器ができてると思うんで、あとはモッドで改善されたり中身が濃くなれば第二のスカイリムになるんじゃないかなと思います。ではですね、チャンネル登録するかどうかは任せますので、よろしければもう一本中江戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上の中江でした。今度もよろしく。